リードシクティスは、中世代の後期ジュラキに存在した魚の一種で、確認された中では、史上最大の魚類である。俗名、リードシックシーズは、ラテン語で、リーズの魚を意味し、第一発見者の化石収集家、アルフレッドリーズに、種商名プロブレマティクスは、ラテン語で、問題のあるものの意味で、あまりに大きい化石で、 どのような生物であったのか想像しがたいと形容されたことに由来する。人との大きさ比較1889年にイギリスのピーターバラで初めて発見された。見つかった箇所は尾びれ、エラし、頭蓋の一部、若干のあばら骨など断片的なもので正確な全長はわからない。あとの1984年、同所で同じパキコルムスカに属す。 甲骨魚アステノコルムスが、また翌1985年には3メートルに及ぶ、尾びれの部分が発見された。このアステノコルムスは、尾びれの7倍の体長を持っており、リードシクティスの尾びれと体長がそれと同じ比率で、あるならば、尾びれから推定される体長はおよそ21メートルとなる。また、頭骨の幅からの推定では、約28メートルと、 白長スクジラに匹敵する大きさに見積もられている。このほか絶学軟骨から推測される最小の推定値でも14メートルで、史上最大の甲骨魚とされている。2013年までに5つの個体の化石を調査した、結果、その中で最大のものでも16.7メートル前後と、推定され、幾分か、小さくなった。 フィルターの働きをする4万本以上の細かい歯を持ち、原生のジンベイザメやウバザメやヒゲクジラ等と同様、プランクトンをろ過接触する温和な性質の魚だったと考えられている。化石からメトリオリンクスの歯が発見されており、またリオプレウロドンなど、さらに大型の発色者にも襲われた可能性もある。巨体ではあったが、 ご職者への対抗手段を持たなかった。ありがとうございます。